ったんで始めました。なんかすごいあれだね、芸術家のクマさんだね、ギフトが。なんかこういう時腹巻きとかあったらいいなって思っちゃいましたね。まあ、全然持ってないんだけど腹巻きなんて。そう、なんだったかな、なんか昔サンタさんだったかなに、なんか妖怪ウォッチのグッズもらった時に、多分ネックウォーマーなんだろうけど、なんかそれにしてはちょっと薄すぎるんだよなみたいな、ジバニャンのネックウォーマーもらって、でも腹巻きにしてはちょっとちっちゃすぎるかってなって、そう、まあ、結局ネックウォーマーでした。ジバニャンのネックウォーマーだよ。あんまネックウォーマー使わないんだよね、マフラーはよく使うんだけど、まあでも割と使ったような気がする。そんな使ってなかったっけ、それともお姉ちゃんだったっけ使ったの、ちょっと忘れましたね。何しろ高校生の時なんで、ちょっとおぼ思い出せない。思い出せない。今日はねこれやらなきゃっていうのをね10分だけ頑張りました。少なって思うんだけど、でも10分でも頑張った私を褒めたいと思います。明日からもっと頑張れ。たまにネックウォーマーか腹巻きか分からんぐらい半端なサイズになるよね。あるよね、なんかそう、ちょっとね、なんかネックウォーマーにしてはちょっと大きい気もするけど、腹巻きにしたらちっちゃいなみたいな、なんかあんま、なんかネックウォーマー、なんか首を温めてくれな、ちょっと温めるにはちょっとだいぶ隙間がみたいなのあるよね。そう、まさにその妖怪ウォッチのがそうだった。ただ腹巻きにすると、腹巻きっていうよりコルセットになっちゃうよねみたいな、めっちゃ締め付けられ、キュッてなるよねみたいな感じのあるよね。コルセットはね持ってないね。持ってる人ってまあいるか、そりゃどうなんだろう。でも私は持ってない。そう。よね。持ってない。はい、そんなちょっと昔の話をしたんですけど、今日は何の話しようか。今日はまあそれもしつつ、ちょっとスマホの写真フォルダの整理をしてて、7000枚ぐらいあったものが3000枚ぐらいになりました。あ、そっか、コルセットあれだもんね、確かに腰痛だったりとか、あれ姿勢正すのにもいいんだっけかな、多分それで使う方も多いのかな、もしかして。なんか私コルセットってやっぱそのドレス着るときとかになんかもうなんかキュッてするみたいな、そんなイメージしかなかったけん、そっか、腰痛とかで使うんだね。でも腹巻きとかあったらいいんだろうね。まあ
買ったことないけどさ、そう。ATB お腹出す衣装って多いの？わかんない。私もね、ATB の衣装全部把握してるわけじゃないけど、まあ、ちらほら、ちらほらは嘘か、もうちょっとか、はあるよねっていう感じですね。そう。私はあんまりお腹出しの衣装は得意じゃないんですけどね。そう。お腹出しの衣装ね、なんかこれまで何着たっけって思って今考えてたんだけど、何着たっけ、うーん、どこをお腹出し、お腹だ、これはお腹出しって言えるんかなっていうのがちらほらあるんだけど、あんまりちょっと掘り返したくない制服ビキニ、あの違うよ、私制服ビキニの衣装が苦手とか全くそんなことなくて、衣装めっちゃ可愛いし曲もすごい可愛いんだけど、私はお腹出しの衣装は本当に着たくなかったから、ちょっと苦い思い出っていう意味です。あと何があった？何があったっけ、あんま覚えてないねあんまり衣装になるとちょっと思い出せないんだよな。なんか微妙なラインのはいっぱいあるけどね、なんかエンドロールもめっちゃ微妙じゃない？わかんない。そう、まあ着る人にもよるんだろうけどさ、どこまで出るかみたいなの。そう、うん、ジッパー着たことないからね私。そう、まだ絶対あったんだよね。なんで私にお腹出しの衣装を着させるんやってめっちゃ下せぬって思った時があったから、なんでもそれは嘘か、もうちょっとあった気がしたんだけどね、忘れましたね。じゃああんまりなかったっていうことだ。でもあんまりね、ちょっとお腹出しは得意じゃないからそんなにね、ちょっと嫌なんですよね。でもぶっちゃけさ、皆さんってどうなんですか、なんかお腹出しの衣装好きですみたいな方いらっしゃるんですかね。っていう質問はあんましない方がいいのかなって今質問してから考えちゃったけど、どうなんだろうどうなんだろう。あれだ、マストビーナウのなんかあの山梨でやったマストビーナウのやつは微妙に出てた。あ、まあ衣装によるか、やっぱそうだよね。
寒い野外では不向きと思う。うん、絶対ね、風邪ひく。お腹出して風邪ひいちゃうね、それは。ルンバのお腹見たことないかも。お腹ってどこを言うの？おへそまで？それだったら私絶対おへそまでは出したくないですね。嫌です。おへそは出したくない、私は。そう、お腹自体あんま出したくないんですけど、私は。そうです。でも逆になんかめっちゃおへそまで出てる衣装とかあんのかな。ジッパーがどのくらい、ジッパーでもそんなに出ないよね。そう、肩の露出は多いよね。あーでもまあそんなもんですよね。うん、袖ないやつとかいっぱいあるから。まあ私オフショルっていうか、あの肩出しの服はね嫌いじゃないんだけどね。そう、まあね、それはもう多いって、多いどころの話じゃないからね、いっぱいですからね、ほんと。そう、袖がない、ノースリーの衣装なんてね、もうゴロゴロありますから。そう。まあ、それもあんまちょっと得意ではないんですけど。得意じゃないんかい。そうね、衣装か。エイトの衣装は落ち着いた色使いが多い気がする。まあそうだね、特に最近はそうですよね。あれでも一番新しい衣装が桜チェックになるのか。そっか、まあ桜チェックもだし、グレーのもね、そうだしね。そう、それより前の衣装はどれだったっけ。青チェックとグレーの間にどのぐらい衣装 ありましたっけ。やばい、思い出せない。あ、でもあれか、なんかあの青、ピンクとグレーと青とグレーの2色展開のやつもちょっとありましたしね。そう、まあ、結構47のも制服だし、制服の羽もまあ割とね、割とまあそれは人によるけど、まあサスペンダーだったりとか、私サスペンダーのやつだったんですけど、まあ落ち着いた色じゃなかったのは、あのなんかワンダの CM の時とかのあの赤チェックの衣装とかですよね、あれとかだよね。まあ青チェックもなんかすごい派手な色とかじゃないもんね、あれは。でもそんな感じ。あとあれか、個人的にはあれ結構好きだったけどね、車サークルの衣装。あ、確かに八段の衣装はもうすごいですよ。黄色黄色だからね、ほんと。夢ルーの
夢のルートね、夢のルートのあの T シャツとスカートのあの感じも好きだったな。まあでもそっか、恋する充電プリウスだってすごいめっちゃ派手ではないけど落ち着いた色っていう感じでもなかったよね。あれも懐かしいな。でもやっぱ個人的に天の邪悪バッターが好きだな。もうあれみんな全部一緒なんですよ。そう、全員一緒なのがめっちゃ好き。そう、まあアドレナリンもね、あのちょっとワインレッド気味な制服ですし、車サークルのスカート衣装は可愛かった。そうね、スカートとズボンの2つなんかありましたもんね。あれ結構好きだったな、本当になんかあのサーキットみたいなね服装でいいよね。あれ結構好き。私でもあれも好きだったな、高知ツアーとか結構昔の時に出てたセーラー服の衣装好きだったの。ボタンがタイヤでさ、あれタイヤだったよね。うん、ボタンがタイヤ。うん？あ、違ったかもしんないどっち？ちょっと忘れたんですけど、あの衣装も好き。ボタンがタイヤじゃなかったか。ボタンがタイヤなのは青チェック。でもあの制服もタイヤ要素どっかあったんだよね、ワンポイント。ちょっと忘れちゃったんですけど、あれも結構好きだった。ね、エイトの衣装もね、いろいろありますよね。ちょっと昨日からね、なんかこういうちょっと昔のことを語るみたいなことが多くてね、まあそれはそれで懐かしい気持ちになっていいですよね。ミュージックビデオでしか着てない衣装ってさ、まあ天の邪悪バッタとかそうだよね。まあ一応なんか天の邪悪バッタはなんか何の時だったかな、アニバーサリーブックで、いつしかのアニバーサリーブックで6周年ぐらいのかな、でなんか着て写真は撮りましたけど、それ以外では着ることないからさ、あの衣装も。それ以外だとなんかあったっけ、ライブでも着てない衣装。ジタバタどうだった？ジタバタの衣装ってわかんないんだよね。ライブで着たんだっけ？なんかな、あ、その話はしていいんだっけ？していいはず。生写真撮る時とかには着たんだけどさ、ライブで着ることあったんかいな、あれ。あんまり覚えてないんだよね。
もうそう、天の邪鬼バッターほんとみんな一緒、衣装が。そう、やっぱあの時はなんかね、あんまり一人一人を映すってよりかはもう全体の集団行動を撮る、見るみたいな感じだったからね。そう、みんなもう髪飾りも耳飾りも衣装も全部一緒、もう違うの髪型だけですみたいな。そう、だから私はなるべく私って分かるように三つ編みをしました。5周年か、3年前だって、ね、やばいね。あれでも思春期のアデレナリンの制服って着ることでも多分あったよね。あんまり覚えてない。ね、懐かしいな。でも私はね、アイドルはウーニャニャの件の、あの衣装がすごい好きで、本当あれめっちゃ着たかったんだけど、ちょっと着れなかったんですね、姫ツアーで。そう、あの衣装ね、妖怪、あの妖怪メダルついてんのがめちゃめちゃ羨ましくて、めっちゃ着たいなって思ったんですよ。まあ着れなかったんですけど。そう、あれめ、あの衣装めっちゃ好きなんですよ。かわいい。多分絶対残ってると思いますよ。うん。まあそれがどこにあるかっていう話なんですけどね。絶対残ってるとは思う。おそらくね。そう。よいしょ。懐かしいな、妖怪ウォッチも見てたな、結構。なぜか今頭の中で制服が邪魔をするが流れてる。謎すっごい謎。でもちょうどこの前メンバーとなんか昔ロマンスいらねとかやったよねみたいな話してて、懐かしい気持ちになった。なんか最初の方のツアーで制服が邪魔をするとかロマンスいらねをやってたイメージ。北海道ぐらいまで。そう、あと野菜シスターズねそう
野菜シスターズね、トマトの衣装かわいいよね。やっぱね、トマトはね、人気ですよね。ね。すごい、今日は衣装の話をめっちゃしてる。私生姜だし系来たことあるんだよね。生姜、うん、そうそう、あの生姜だったっけ、生姜だよね。一番最初の長崎ツアーの時も北海道の時も確かそうだった。野菜おーおーおーシスターズ、野菜シスターズね、懐かしい。私結構ね、昨日もちょっと、昨日は言ってはないか、あの青空のそばにいてのさ、セーラー服ワンピみたいなのがめっちゃ好きなんですよね。そう、長袖でちょっとキラキラがついてる、確かあれね、結構可愛くて好きだった。まあ、この前さ、キスバイエイトのライブパートでさ、青空のそばにいてと未来の扉歌ったじゃない。未来の扉って言われると本当にね、なんかもう未来の扉ね、めっちゃいい曲で好きなんですけど、まあ未来の扉って会いたかった公演っていう、まあ公演のアンコール1曲目じゃないですか。でその次が日本48じゃん。で、まあ衣装がジャケットなんだけど、もう私そのジャケット脱ぐのが本当に苦手で、もうなんか3回に1回ぐらいね、失敗しててさ。そう、なんかね、それを思い出す毎回。もう本当にあのね、ジャケット脱ぐのめっちゃ苦手だった。そう、本当に苦手だった。あれ苦手だったな。
ね、涙の湘南の衣装もね、いいよね、かっこいい、あれ。Oh, thank you for watching my live. 自分で拍手をするな。でも AKB48 も日本48もね、歌詞を覚えるのが大変だった。ちょっとね、もう AKB48 の歌詞は思い出せない。日本48の歌詞もあやふやすぎるんですけど、そう。でもなんかやっぱ、まあ AKB 入りたての時にパーティー公演でね、まあ AKB48 って曲は結構秋葉原のなんか名所というかいっぱい出るんですけど、最初も何のことか本当にわからなくて。そう、ソフマップって何から始まって、もうちょっとよくわからないまま歌ってるとこがあった。そう、そうで、ちなみに日本48はその各都道府県なんかそれぞれ名所みたいなの言うんですけど、愛媛は宇和島でした。そう、ちょっと今も歌えないな、日本48は。やべ、全然覚えてない、もう長い間。超おかえさん、こう祝い、あ、なんだっけ。え、そう、宇和島めっちゃ意外だったよね。私も最初なんか愛媛って宇和島なんですかって聞いたもん。めっちゃ意外すぎて、正直。そう、なんか意外だった、私の中ではね。そう、なんか結構さ、まあ場所にもよるんだけど、結構みんなさ、あの観光地の名前出すんだけど、愛媛は地名だったからそう、愛媛なんか地名だった。そう、なんだろう、スカイツリーとかさ、とかなんだっけな、海ほたるとか、え、海ほたるあったよねとかさ、ちょっとあんまり覚えてないんだけどさ、そう、宇和島っていうまさかの地名みたいなのでってなって、まあそう、まあ語呂というか、まあ尺じゃないけど、多分なんか一番当てはまるのがそれだったんだろうなみたいなっていうのもちょっとあるんだろうけどね。なんかなんで地名なんだろうってなった。そう、香川が鬼ヶ島だったっけね。いやー、もう全然覚えてないもんだね。でも福岡って太宰府じゃなかった？本当に覚えてないよ。
でも兵庫がなんか甲子園の球場みたいな感じだった気がする。本当に覚えてない。そう、本当に覚えてないです。めっちゃね、宇和島ってもう範囲広いからね、もういろんなものありますよってなっちゃうからね。そう、範囲がすごい。観音寺も有名。あのね、私なんだっけ、観音寺のおまんじゅうみたいなのを差し入れでいただいて、めっちゃ美味しかった。めっちゃ好きなんですよあれ。うん、すぐ食べ物の話だね。まあいいんですよそれは。でも名古屋がシャチホコか。なんかまあいろんなものがありましたね。観光地だったりとか、なんかまあ観光地っていうよりかはなんか名産品みたいな。で、名産品そんなになかったか。基本的に大体観光地だったか。で、愛媛は地名っていうね。でも逆に他に地名のとこあるんかな。青島も地名なんか。どこだっけ青島って。そう。宮崎の海岸なんだ。ほう。そう、ほうとか言っちゃった。懐かしいな。宇和島いいとこですよ、本当に。うん。宇和島はロイズのチョコが買えます。そう、あれ宇和島だったよね。うん、合ってる合ってる。ロイズのチョコ買えるんだよ。そう、いつでも買える、宇和島に行けば。多分なんで買えるかは私のインスタに書いてた気がする。そう。なんかね、なんてそのロイズのチョコレート、ロイズの工場がある北海道のさ、都市っていうか、まあ北海道の場所があるじゃないですか。ちょっと名前忘れたんですけど、そことなんかね、姉妹都市みたいな感じだったんですよね、宇和島が。で、だからそう売ってるんですよ確か。私もね、ソフトクリーム食べたよ。そう、ソフトクロイズのソフトクリーム食べれるの。あと宇和島城もあるしね、宇和島は。まああと普通に、まあ皆さんもうね、ご存知の宇和島鯛めしもありますし。何味？あんまり覚えてないけど、どうだったっけ？忘れちゃいました。忘れちゃった。結構前、そんなに前じゃないか。でも3、4年ぐらい前だからね。ちょっと忘れちゃった。
あと、あれ、宇和島だったよね。天山園も結構好きで。そう。特に富士の花あるじゃん。あれ、見頃を迎えたら、富士咲いたらめっちゃ綺麗だからさ。まあ一回も行けたことないんだけど、その時期に。だいたいあれ、富士の時期ってもう終わったっけ？っつったら、先月ぐらいに終わったね、みたいな。ああ、もうちょっと早く思い出せれば、そう行きたかったって思ってて。まだ行けたことがない、その時期に。天赦園。天赦園も、インスタには一回載せたし、まあ日本庭園です。確かに宇和島だった気がする。宇和島じゃなかったらごめんなさい。あれは天赦園は宇和島だね、確か。まあ、あとさっきも言ったけど宇和島城もありますし。東洋のマチュピチュと言われてる別子銅山って行ったことありますか？ありますよ。あれだね、マイントピア別子、新居浜にある。そう、私も一回行った。めっちゃね、普通にね、景色が綺麗だった、まずは。東洋のマチュピチュ。めっちゃ綺麗でしたよ。で、それでまあ、昔のその別子銅山が、でまあ、働いてた時のこととかいろいろ聞いて、あんな山の上に列車だったっけ？まあ鉱物というかを運ぶ列車みたいなのがあるんですけど、があったんですけど、今はちょっとないんですけどね。あんなとこに走ってたの？みたいなね。でも1回しか行ったことないから、マイントピア別子ももう1回行きたいんだよね。ね、ぜひ。で、そして新居浜にいた時はぜひルミーノ・カリーノさんっていうね、ルミーノ・カリーノっていうイタリアンがあるんですけど、ぜひそこに行っていただけたら 私が未来モンスターのミラモン飯で食レポしたところです。おすすめは石鎚豚のフィットチーネ、実は裏メニュー。石鎚豚だったよね、合ってる。そう、食レポしたのが裏メニューだったんですけど、そう、それがめっちゃ美味しい。裏メニューだからね、みんな覚えといて。気になる、ごめん、ちょっと一瞬喉が詰まった。気になる人はぜひメモっといて。そう、メモっといて、みんな。ルミノカリーノさん、ルンちゃんの話をするとサイン色紙見せてくれます。嬉しい。あ、でもなんか、あと、なんだっけ、白楽天さんっていう、今治にある、今治焼豚玉子飯のお店があるんですけど、そこも、私、食レポさせていただいたんですけど、なんと、なんか、生地を、なんか、乗せてくださっ、飾ってくださってて、私のジョンマイラブの時の生地。もう、それが嬉しくて、私、まあ、今治が本店なんですけど、私、本店には行ったことないんですよ。っていうのも、昔その松山にもその博楽天さんあって、私そっちの方で食レポをさせていただいたんですけど、まあちょっとそこのお店なくなって、でまあサインが本店の方に移動になって、そうで、なんかっていうのを聞いて、うわ行きたいってなったの。そう、めっちゃ行きたい。でもそう、ミラモン飯でね、食レポしたところ、
ルミノカリーノさんのところは一回行って、あの博楽天さんは食レポする前に一回行って、その後に一回行ったんだったかちょっと忘れたんですけど、藤村さんがまだね食レポしてから一度も行けてないんですよ。ずっと行きたいなとは思ってるんだけど、なかなか行く機会がなくて。そうなんですよ、行きたい、まあ、行きたいとこがね多すぎる、マジでほんとね、ダメですね、行きたいとこが多すぎ。ぼっちゃん劇場付近のグルメマップ欲しい。大変なことになるけど大丈夫？あの付近だけでもさ、もう美味しいところしかないから本当にやばいよ。そうマジ1日3食じゃ足りないから本当に。だって私も全然行けてないお店なんて本当いっぱいあるからね。そうですよ、藤村さんはルンちゃんがジョンマイラブやってるの喜んでくれた、あ嬉しい、うん、早くまた行きたいんですよね、嬉しいよ。博楽天っていうお店って中華が多いですか？そうだ、まあ餃子のセットもあるからね、まあ中華寄りなのかね。そう、お腹減らしていきます、もうね、もうやばいことになりますよ。やばいことになるっていうことだけ言える、本当に。そう、まあいろんなお店のを楽しみたいんだったら、よく坊ちゃん劇場の中でも上がるカフェレストマーズさんは絶対に一番小さいキッズサイズを頼んでください。マジでそうしてくれ、頼むから。じゃないとねダメよ。とかそう、あのなんかレギュラーサイズでじゃあ行こうかなとか思ったら、本当にレギュラーっていう名前だけで惑わされちゃダメ、あれはレギュラーじゃないよ、もうキッズサイズでが十分です、本当に。じゃないと他のお店堪能できないよ。悪魔のささやきとかあるかもしんないけど、絶対キッズサイズがいい最初は。あ、ブルーベリーのかき氷もいいな、私ブルーベリーパフェマジで食べたいんですよね。前鉄コンの入り口に手書きで坊ちゃん劇場周辺のグルメマップ貼り出してほしい。ほう、いいね。まあマップじゃないけど、私もなんかでもそんな時間あるか、いやでもなんかできたらいいな。坊ちゃん劇場の近くって食べ物屋さんはまあ多いですね、多いっていうか、まあなんかまあそう徒歩20分ぐらい県内だったら結構多いかな、まあ、ちょっと車使わないとっていうところもあるんだけど。そうだってあれだもん、まずそもそも坊ちゃん劇場の同じ敷地内にあるあのパスタココさんは私好きなとこです。1回しか行けてないけど、おすすめはね温泉卵が乗ったサラダです、マジで美味しい。そう、待って食べ物の話してた。やばい、本当にダメだ、もう本当に無意識すぎてびっくりしたもん自分でも。自分でもびっくりしちゃった。ダメ、毎日この流れ絶対毎日やる、なんだったらもう定番の流れですよね本当。え、ごめん、本当に無意識だった。めっちゃ無意識だった今。何も考えてないんだと思う、頭の中。本当にダメだわ。本当にダメ、やばい。
でもちょっと待って、なんかね、なんか私も一応さ、あの愛媛県のなんかレジャーガイドブックみたいな持ってるんですけど、なんかそれ見るとね、全然知らないお店もいっぱいあるんですよ。そう、とか言って私は宇和島のページを見ようとしてるけど、思いっきり宇和島を探してますね。なんでかな、おうおうおお、なんでかな、なんでかな、ちょっと待って、まずトーン氏を見ようね。そう、なんかトーン氏だけでもね、あ、ここのお店知らないや、知らないやっていうか行ったことないなっていうとこいっぱいある。あった、そう、スーパー高須賀さんに行ったことないんですよ。行ってみたいんだけどね。そう、あー、大黒屋もね行ったことない。なんか前にその家族とその白井の滝見に行った時に、お昼ご飯どうするみたいな、大黒屋も定番だけどねみたいな話して、私はそう北斗、電車で90分かかる、あー電車で行かない方がいい、車がいい、絶対車、あ、でも車も遠いか、どっちもどっちだねそうそう、北斗のねごぼうの唐揚げマジで美味しいよ。みんな本当に食べてほしい、ごぼうの唐揚げ最強だからね。最強っていうか本当に最高、私の中で。あとこれだな、行ってみたいなって思ってた離れ流水庵、週3日、あ、火曜日から金曜日だ。じゃあちょっと前徹この時ダメだった、ごめんねみんなそう、鴨そば屋です。ごめんね、離れ流水庵はちょっとあれだわ、ちょっと前徹この時は食べれませんね。行ってみたいんだよねマジで。ここでもちょっと坊ちゃん劇場からどのぐらい、まあ離れてるね。誰か車じゃないとちょっとねダメですね、私は車を運転できない。まあ、でもね、前徹婚の時はね、あれもありますからね、みんな。そう。あの、前徹婚の時は、まあ、そのマップもいいんだけど、あれですよ、美味しいもの大集合っていうフェアがあるから、それ堪能するのもありだと思うんですよ。まあ、1日目はそこで堪能して、で、2日目、なんか、ここのお店のちょっと美味しかったから、いろんなもの食べたいなーっていうのが、ちょっともうちょっと他別のもの食べてみたいなっていうのがあったら、そこのお店に行くのもありだと思うし、そうっていう楽しみ方もありだと思う。え、あのさ、私この大黒屋の大黒うどんは錦糸卵、海苔、ネギなどたっぷりの具材と出汁が絶妙な味わい、うどん屋さん、え、行きたい。やばい、待って、また食べ物の話してたあれあれやばいな、私やばいかもしれない。もうやっぱ逃れられないんですよ。うん、もう逃れられない。もう食べ物、高岡薫のショールームとはすなわち食べ物の話、食べ物のことであるですよ、本当に。もうそう、っていうのはまあ置いといて、今めっちゃ見ちゃってるんですけど、あれ待って、私がさっき言った宇和島はどこじゃ、あったあったあった、思いっきり宇和島を見ようとするな。いやめっちゃ見てるけどね、宇和島、宇和島、南楽園って行ったっけな、あんまり覚えてないな。あ、これだね、名勝天社園。そう、藤棚、なんかあの太鼓橋、あれ太鼓橋か、あのまあ池、川じゃないからな、あれ池の
上に橋がかかってるんですけど、それがあの反射して綺麗なんですよ。で富士がの季節はめっちゃいいみたいで、私行ってみたいんですけど、マジで富士の時期に当たったことがないっていうね。はい、あ、これか。なんかさっき言ってた、あの1000円で真珠のアクセサリー出てくるガチャ。1000円ってすごいね。でもそうだね、真珠のアクセサリーだからそれは1000円するわ。何楽園、あれ行った気がする。いや行ってない気がする。行こうとしてたけどやめたんだっけ。やっぱり覚えてない。ちょっと覚えてないね。食べ物の話は多いけど料理配信ともぐもぐ配信がないのが不思議。うん、確かに。まあ料理配信はね、なんかあのなんでしないんだろうね。料理は割と最近するんだけどね、なんでなんだろうね。でもぐもぐ配信はね、なんとなくしない。めっちゃなんとなくですけど、本当になんとなくだわ。あと私はね、紀北町に行ってみたいの。ダメ、本当に食べ物の話しちゃう。ちょっと食べ物の話これで終わりにしとこう。紀北町はそう、鬼の町って言われてるんですよ。まあ鬼の町っていうか、まあ紀北町って鬼に北、あの東西南北の北ね。そう、結構鬼モチーフのものとか多くて、そう行ってみたいんですよね。いろいろ行ってみたいとこ多いんですよ。でごめん、最後にもう一回食べ物の話するんだけど、この紀北町では生地料理が食べられる場所があるんですよ。めっちゃ気になる。はい、ここまでね、食べ物の話は。そう、なんかそう、私このね、愛媛県公式観光レジャーガイド愛媛本、愛媛ブックありますけど、皆さんもね、もしこれからも私は愛媛に行くんだよという人がいればね、ゲットするのもありなんじゃないでしょうか。もしかしたらすでに持ってる人いるかもしれないけど、そう。あとは家族がめっちゃ最近推してるのが我流山荘っていう大洲市にあるとこなんです。そう、我流山荘めっちゃ良かったよって言ってて、めっちゃ良かったよって言ってたんですよ。ただ私は行けてないんですよ。そう、私はちょっとお仕事あって行けなくて、そう家族がみんなでちょっと遊びに行ってて、私はお仕事があって行けなかったんですけど、そう我流山荘と万仙荘と大洲城見たよって言ってて、そう、いやもう我流山荘超良かったよってお父さんがめっちゃ言ってた。もう私言ってない、私言ってないからさ、もうお父さんがお父さんとか家族がみんな我流山荘良かったって言ってたよっていうことしか皆さんに伝えられないんですけど、大洲市ではぜひそこに行ってほしいみたい。であとは我流山荘と万仙荘と大洲城でなんだっけ、それぞれで見るよりもなんかその3つもう全部見ますみたいな風に最初に言っとけばちょっとお得になるみたいな。いやごめん、ほんとあやふやで申し訳ない。であと何だったっけ、大洲市はね、なんとかバーガーが人気だったんだけどね、ごめんなさい本当に忘れちゃいました。もう行ってないもん。あ、なんだっけ、ハムカツバーガーだったかな、なんか多分調べたら出てくるらしい。ちょっと名前を忘れました。そう、待って、また食べ物の話してた。まあでも食べ物の話はね、やっぱ観光するとき食べ物の話はね絶対に出てくるよね。ん、そういうもんさ。確かハムカツだったと思うんだよね、間違ってたらごめんね。
あと今今治市のページ見てたんだけど、今治国際ホテルはあれだ、私のルンテツの初日の場だプチ初日の場ですよここ。そう、今治大丈夫だよね、成人式の場所とか行って大丈夫だよね。ダメだったらもうやばいけど、さすがに大丈夫だよね。うん、大丈夫なはず。そう、ここがルンテツのプチ初日のとこでした。ハモカツか、ハモカツだったっけ、ハムカツって聞こえたんだけどな。もう多分それはもうしょうがない、ハモカツか、ごめんね。ハムかハモかわからんわ。マミムメも急なマミムメも、ハモか、ハムカツって聞こえてたわずっと。大丈夫だよね。そう、この今治国際ホテルはルンテツのプチ初日のところなんで、もし今治に泊まることがあればこの今治国際ホテルとかいかがでしょうかそう めっちゃ無理やりですけど、あと村上、あの今治市の村上海賊ミュージアムもねあります。私これ遠足で行きました。そう、じゃあハモカツか、じゃあハモカツね、訂正しときます。いや、ハムカツに聞こえたハモね、ハモハモハモ、まあ、でもやっぱね、こういう観光のページとか見てたらね、真っ先に見ちゃうのはやっぱ食べ物ですよね。もうダメです、もうダメですもうダメです、もうダメです、もう私はもうね諦めた。やっぱもうね、最高だ、食べ物って最高だなかなか愛媛観光、愛媛観光っていうのかな、なんかね、なかなかもう行けてない場所も多いからさ、行きたいなーって思いながら全然行けないんですよね。嵐も外流山荘行きたかったやん。観光に食は外せない。うんね、そうだよ。観光に食は外せないんだよ。そう。外せないんだよ。でもそうね、私もなんか日本庭園とかそういうのをいっぱい回りたいんですよね。最近ね、結構そういうのもちょっとずつ好きになって。ちょっとずつって言い方ちょっとあれですけど、好きになってるので、そう、あとはあれだな、西予市のコケムシロっていうギャラリー喫茶か、ギャラリー喫茶コケムシロ、コキムシロっていうとこがあるんですけど、そこはめっちゃ良かったって言ってました。めっちゃ良かったっていう言い方をするということは、つまり私は行ってないということです。そう、親は行ったんだけど私は行けてない。そう、私も行けなかったんですよ。行けなかったしか言ってないもんね、ずっとそれしか言ってないそう、写真はね結構送ってくれる。行きたいな、こけむしろ。いつからが時期なんだっけ、これからがいいんじゃ、これからが結構いいんじゃないみたいな風に言ってた気がするんだよね。やべ、全然覚えてない
そう、なかなかね、そうなんですよ。タイミングが合わない。タイミングが合わないんじゃ。まあね、またいろんなところ行って、インスタとかで紹介できたらいいんだよね。そう。愛媛は季節的にどの時期に行くのがベスト？ああ、どうなんだろう。あんま考えたことなかったな。まあ、1年通してベスト。いや、そんな それめっちゃもう困る回答ですけど。まあ、まあ。どうなんだろう、まあ5月ぐらいとか、めっちゃ無難なところ攻めてきた。無難なところ攻めてきましたけど、そう。やっぱいろんな、回りやすい時期ってそのぐらいだよね。そう。無難すぎた。ごめんなさい。ああ、そうね。しまなみ海道は夏？まあ。そうだね。夏がいいのかな。まあ、天気良ければいつでも OK な感じするけど。あ、でもあれだな。あ、まあでもそれはどこもそうか。上島町の積善山は、絶対に春のお花見の時期に行ってほしい。そう。まあ、行くまでが超大変ですけど。そう、本当に綺麗なの。天女の羽衣と言われている。そう。一年通じては素晴らしい答えかな。あ、ありがとうございます。褒められちゃった。まあでも多分それぞれの季節で楽しみ方あるからさ。うん、あると思うよ。まあ、冬はね、そうだな。まあ、場所にもよりますけど、あんますごい雪降るわけじゃないから、場所にもよるけどね、全然積もるとこもいっぱいあるし、そう、だよね、うん。まあでも、まあ寒いけど、なんかまあ本当、なんか北海道並みの寒さとかではないから、まあどこもそうじゃないけど。そう、だから、ああ、でもあれだね、その東温市の白江の滝は冬がおすすめ。まあ、私、最近3月、あ、違う、2月末ぐらいか、に行って、まあ、ギリ大丈夫だったんだけど、まあ、でも、あそこはめっちゃ寒いんだけどね。そう、白江の滝って冬凍るんですよ。その凍った時がね、結構、見応えあるから。そう、割と白江の滝見に行くのは冬がおすすめ。めっちゃ寒いらしいけど。私、2月末に行って、まだギリギリ凍ってた。そう。ぐらいだったからさ。まあ一応私春ぐらいにも行ったことあったの。そう、私なんかまあ白江の滝までちょっと登るんですけど、そう、あ、まあ登らないとこもあるんですけど、私は登りました。あ、まあ有料の駐車場みたいなんがあって、まあ、そっからちょっと登るんだけど、まあ、無料のとこと有料のとこがあって、無料のとこからは結構登るんですよ。でもやっぱ運動するから、運動したいから登ろうってなったら結構きつかったんですけど、私の中で。そう。何の話をしよう。あ、で、なんかその、駐車場に着いた時に、あれ？私ここ来たことあるって思って、小学生の頃遠足で来たことを思い出しました。そこで。で、あとその近くで、なんか土日限定だったかな、おでん販売してました。今は売ってるのか分かんないんだけど、なんかパックみたいなの持ってきたら買えるんだっけか、ちょっと忘れたんですけど、おでん売ってた気がする。そう、はい。
わ、すごい。今パッと開いたらマダイの、マダイと、ま、あの鯛めしの写真が載ってた。びっくりびっくり。すごい、なんかいろんな魚食べてほしいけんってめっちゃ言ってる。もうやっぱもう逃れられない私。あ、愛媛の天然の魚の旬カレンダーがあるよ、みんな。そんなも書いてあるよ。すごい。うわ、待って、サワラの西京焼きだって。いやもうね、おバカおバカ。いいよね、サワラって美味しいよね。宇和島の闘牛場に行ったことないんだよね。そう、ないんですよ。行ってみたいんだよね。でも私、あのお土産だったっけ、それとも行って買ってもらったんだっけ、あの牛鬼の置物みたいなの買って机の上にの置いてました。愛媛の中移動するときバスと電車どっちが便利でしたか。車かな。答えになってないよね。まあ、まだ電車の方がいいのかな、バスよりは。でも車が一番だね。うん。まあ車が一番便利だけど、まあ電車の方がいいのかな。まあどこに行くかにもよるけどね。うん、まあでもあんま、そうだな、まあ電車かな。うん、電車かな。ああ、一応ちなみにサワラは多分これ鉛です。はい、うん、なんかまあ車が一番ね、いろんな場所楽しめるかな。そう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 。レンタカー、そう、やっぱレンタカーが割と便利です。そう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 、いろんなとこ行くんだったらレンタカーがいいかも。一応電車もねあるけど、やっぱそんなに便が東京みたいに、はい、ポン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 っていう感じじゃないから。そう、あ、確かにポテトのイントネーションと一緒だね。まあまあでもなんかそう、サワラのイントネーション前調べたら、まあ、サワラっていうとこもあるし、サワラっていう、ん？サワラだっけ？忘れちゃった。っていうとこもあるし、みたいな。ちょっとね、なんかバラバラでした。そう。まあ、でも、サワラっていうところもあるんです。だったかな？ちょっと忘れちゃったけど。まあ、サワラっていう人もいるよっていう話なだけ。ちなみに、カレンちゃんに聞いたら、カレンちゃんはサワラだった。でも、うちの家族は全員サワラでした。はい。で、私もサワラ。うん、話聞いてたら行きたくなった。ああ、ありがとうございます。ぜひいつか来てください。まあ、なかなかね、ちょっと愛媛までが遠いからあれなんだけどさ。まだチケットあります。それは前鉄婚会もしかして。やばい、前鉄婚の。でももう前鉄婚のね、あのアーカイブ買ってくださってる、アーカイブじゃない、アーカイブじゃない、ライブチケット、アーカイブじゃない、ライブチケット買ってくださってる。なんか天ぷら食べたくなってきた。あ、まだダメだ、まだもうちょっと食べ物の話楽しいから。はい、ということで、じゃあ今日はねここら辺で終わりにしたいと思います。お、愛媛の夏は体験したことがないので今年は楽しみです。あ、ぜひ満喫してほしい。まあ夏だったらやっぱ海が綺麗だと思いますよ。なんか私個人的に
ここら辺で終わりにしまして、最後にここだけちょっと言わせて、あのまあ愛媛もね海綺麗なんだけど、私個人的になんかめっちゃうわ綺麗ってなんか感動したのが今治だったと思うんだけど、あれあの博多の塩っていう塩あるじゃん、あの愛媛で作られてる博多の塩ってのがあって、で博多の塩工場があるんですけど、その前の海がめっちゃ綺麗だった記憶があるんですよ。そうなんか遠足で博多の塩工場に行って、でまあその近くの海でご飯食べましょうってなって、で海見ながらお弁当食べたんだけど、なんかめっちゃ綺麗だった記憶があるのよ。そう、そう塩工場があって、今やってるのかな、なんか塩ソフトクリームみたいなの食べれる、私はちょっと食べなかったんだけど、そうなんだっけ、まあ塩もさいろいろ種類あってさ、なんかお肉が美味しく食べれる塩とかある、そう気になったらぜ、また食べ物の話しちゃった、いやまあいいんですよ、海が綺麗っていう話、そう聖地だよ、そう私が多分高校生とかだったと思うんだけど、遠足で行ってお弁当食べたとこだから、みんなもそれこそ富士のお惣菜とかを買ってそこに行って食べるっていうありありだよ、それはありだよ、まあありではあるよね、まあそう本当なんか結構私の中でめっちゃ綺麗だなって思ったんですよ本当に。いやなんか他の場所が全然綺麗じゃなかったとかそんなんでも全然ないんですけど、そうなんかそういう記憶がある、そう結構感動した記憶があるんですよ。まあでも結構愛媛もねそういう海のスポットっていっぱいあるからね、あの二見シーサイド公園の海も綺麗でしたし、いや綺麗でしたしっていうかまあ綺麗だったんですけど、そうまあ綺麗っていうかその綺麗って言えるほど海堪能できたかっていうと堪能はできなかったんだよね、もう結構夜も近かったから、そうあとまあ梅津寺もね結構いい有名ですよね、梅津寺は。でも梅津寺パークのイメージしかないわ、もう今は亡き梅津寺パーク、なんか閉園するから閉園する前に一回行ってみよっかっつっておじいちゃんが連れてってくれたんですよ梅津寺パーク。で私はコーヒーカップに調子乗って5回乗って、あの家に帰ってから気分が悪くなりましたっていう思い出話を残して今日の配信終わります。じゃあランキングを読みます13位から13位ソランさん、12位大粒ちゃん、11位海海さん、10位ゆうやさん、9位アーティーさん、8位ロミツさん、7位川端慎二さん、6位カラスのカーコさん、5位飯田博之さん、4位夏目さん、3位玉国さん、2位 TKHKG さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけでね、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい、またね。ありがとうございました。おやすみ。